平野紫仕様の意味深ブロックに、だが城、主題歌騒動。金プリに振り回されるシクストーンズファン。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 長瀬角と高橋山のデオとなったキングピンス以下キンプリがデビュー5周年を迎えた5月23日に公式インスタグラムなどで生配信を実施。その中で新曲何者を6月21日にリリースすることが発表されたが、同曲をめぐっては一時炎上状態となる騒ぎがあった。 新体制第1弾となる13枚目のシングル、何者は、今の金プリの等身大を歌った応援歌。高橋とシクストーンズ森本慎太郎がダブル主演を務める連続ドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系の第8話、28日放送より主題歌に起用されるという。 同ドラマは、これまでシクストーンズへの10枚目のシングル、6月14日発売に収録されている、こっからを主題歌としていたが、23日や何者が主題歌に起用される旨を一部スポーツ紙が報じると、シクストーンズファンは騒然。 ネット上では、キンプリが新体制になるまでのつなぎに、シクストーンズを使うなんて許せない。まだ発売もされてないのに主題歌交代なんてひどい。事務所どうなってんのといった苦情が飛び交い大荒れとなった。しかし、24日朝には、複数のメディアが、こっから、オープニング、と、何者、エンディング、のダブル主題歌になると一斉に報道。 もともとダブル主題歌と決まっていたのか、はたまた前夜の騒動を受けて急遽定裁を整えたかは不明だが、このニュースに多くのシクストーンズファンが交代じゃなくてよかった。と安堵したようだ。一方、シクストーンズの単独主題歌に喜んでたのに、予告もなしに途中からダブル主題歌にされるのは悲しい。結局、事務所はキンプリを主題歌にしたかったってことでしょ シクストーンズがおまけみたいでかわいそう、と複雑な心境を吐露するファンも見られる。キンプリといえば22日でグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退所した平野市用が、同日に事務所の有料モバイルサイトジョニーズウェブに投稿したいミシンブログが話題に、そこには明日からキング。 リンチェプリンスなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいようなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねと心境が書かれていたがこれにスノースノーマンシットーンエースシクストーンズスノストのファンが困惑困惑というのもスノストがデビューを控えていた2019年8月ニュースサイトオリコンニュースをはじめとする御用メディアが 彼らのデビューについて、CD デビューは、ごジャニー北川社長が倒れる2日前となる6月16日に滝沢秀明氏と決定。6月28日に全員がジャニーさんの病室に集められ、知らされた、と伝えていたためだ。平野の思わぬ主張に、目を疑ったスノストファンも多かったようで、ジャニーさんが最後にデビューさせたのは、スノストでしょ 平野はスノスとのデビューはタッキーのゴリを知って言いたいのと混乱が生じていた。このところ、キンプリ関連の情報に振り回されるケースが続いているシクストーンズファン。キンプリが激動の最中にあるだけに、予想だにしない事態が起こるのも仕方ないかもしれない。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。